あの丘が見えてきたよ。凄まじい風だな。丘の向こうの谷間は水の浸食じゃなさそう。風が大地をえぐったんだろうね。多分そうだろうな。砂煙で見えないけど、谷はどこまで続いているんだろう。さあね、地図には何も書いてないし、そもそも砂漠は道として扱われていない。迂回路はないのかな。迂回したらリュウサの民に追いつかなくなるよ。なら道は一つだ。覚悟を決めるか。なんて風だ。砂で前が見えない。キリト、そこにいるよね。ここだ。よかった、見えないから不安になった。このまま真っすぐ進むぞ。うん。なんだ、目の前がアリ地獄の巣みたいになっている。まずい、足元の砂が動いている。足がだんだん埋まっているし、下手に動くと飲み込まれるぞ。キリト、ユージオの声が遠い。どこだ、どこにいる。ここだよ。でもリュウサが今助けに行く。大丈夫、抜けられそうだし。うわ、沈む。ユージオ、どんどん沈んでいるぞ。引っ張るから俺に手を伸ばすんだ。ダメだよ、キリトまで埋まっちゃう。大丈夫だからそこで待ってて。冗談じゃない、見捨ててたまるか。なんとかリュウサから逃れないと。クソ、ダメだ、お前どんどん飲み込まれてるぞ。俺の手を握れ、ユージオ。大丈夫って言ったのに、どうして近づいたんだ。これじゃキリト、君まで。逆の立場だったらお前はどうした。同じことをしたかな。そうだね、悲しいけどこうなる運命だったのかも。